はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト1、今回からやっていきたいと思います。8月10日からですね、3DS 版とプレステ4でもあるのかな、ドラゴンクエスト1と2が、復刻版として、まあ、配信されましたと。で、後日ドラゴンクエスト3も、配信になるみたいなんですけれども、まあ、ロト3部作ね、めっちゃ懐かしいんでね、ちょっとやりたいなと思って、今回は DS 版で、やっていきたいと思います。じゃあ冒険の書を作ると、まあ、名前はね4文字しか入んないんで、ミカミックスは入らないんで、ミックスでいきますか。でね、ドラクエシリーズはね、ほんと1、2、3はめちゃやりましたよ。あの現役でファミコン時代の時からやってましたからね。でファミコンの時はねめちゃ鬼畜なんですけど、まあ、リメイク版ということでね、難易度もそれなりに下がってると思います。スーパーファミコンとかで出てたのかな、その時もやりましたんで、王ミックス勇者ロトの血を引きし者よ、そなたが来るのを待っておった。その昔伝説の勇者ロトは神から光の玉を授かり、この世界を覆っていた魔物たちを封じ込めたという。しかし、いずこともなく現れた悪魔の化身、竜王がその玉を闇に閉ざしてしまったのじゃ。このままでは世界は闇に飲まれ、やがて滅んでしまうことだろう。勇者ミックスよ、竜王を倒し、その手から光の玉を取り戻してくれ。わしからの贈り物じゃ、そこにある宝箱を開けるがよい。そなたの役に立つものが入っておるはずじゃ。そして、この部屋にいる者に尋ねれば、旅の心得を教えてくれよ。ではまた会おう、勇者ミックスよ、ということで。まあ、旅が始まるんですけど、もうこいつね、120ゴールドを手に入れたってざけんなよ世界を託すのにさ、120円でやってらんないよね、マジで。金よこせ、もっと。一国のさ、王様がさ、120円で世界救ってきてくれみたいなさ、マジありえねえだろうっていうまあそんな文句言ってもしょうがない。松明とかもね、ただのさ、その棒にさ布切れをつけて火がつけられるようにしたさ、もうゴミみたいなアイテムをさ、なんでこんな宝箱に入れとくので、鍵とかもね、ローラ姫ご存知か知らん、そんなやつは。ローラ姫は王様の大切な一人娘じゃ。王妃様が亡くなられてからローラ姫が王様の心の支えになっておられたんだが、その姫様が魔物たちに去られて半年になる。結構経ってるね王様は何もおっしゃらないが、心の中ではどれほど苦しんでおられることか。どうかローラ姫を助け出してくださいってそれをさ120円でやるかマジバイトよりひどいぞこれ。で、そう、鍵はね、ここで使うんですけど、この城を出ると隣に町が見えます。そこでまず武器や防具を買い揃えるといいですよ。戦いで傷ついた時は町に戻り、宿屋に泊まれば傷が回復するでしょう。宝箱をすべて調べたなら、その中に魔法の鍵が入っていたはずです。鍵は一度使うとなくなりますが、その鍵で扉を開けた時、あなたの旅が始まるでしょうって言うけどさ、こいつはどうやって中に入ってきたのまあ、開けると鍵がなくなると。鍵とか意味ないよね。一応まあこういうシステムなんだよっていうのをお知らせしたかったのかな。まあ街の人とかはね、一応全員話していきましょう。丁寧にやっていきましょう。冒険の書に旅の記録をしておけば、いつでも記録したとこから旅を再開することができますよ。旅を一度やめたいときは王様に会い、冒険の書に記録してもらうといいでしょう。金よこせ、まず。本当に。ここラダトームはたくさんの人々が集まる楽園でした。それを魔物たちが、何苦しんでんだこいつは。ああ、ローラ姫様は一体どこへ？まさか命まで落とされたのでは？こいつはそう思ってんだな。嫉妬してんだな。私が言ったことをお忘れになってくださいまし。こいつはミカミックスに惚れてるな。で、ローラ姫が戻ってくると、ミカミックスの心はローラ姫に移っちゃうから、亡くなったことにしていると。壺、お、薬草が入ってる。ここは何もない。洞窟へ入るときは松明を持って行った方が良いですよ。洞窟は闇の力が司る場所、魔物たちも地上よりずっと多いはず。っていうか真っ暗なんですよねこれローラ姫様ぐすぐすサボってんじゃねえよこいつマジでろくでもねえ城だなここ本当に。王様は金くんねえしよ、兵士はサボってるしよ。闇の竜、翼を広げるときロトの血を引く者を来たりて闇を照らす光とならん。狼を古き言い伝えの勇者ミカミックスに光あれ。これはマジックパワーが回復するのかなまだレベル1だからマジックパワーとかないですけど、これ結構人がでかいね人のなんていうのこのシルエットが。私は旅の商人です。これまでにも多くの仲間が魔物たちに殺されました。その時のことを思い出すと悔しくてたまりませんよ。あ、悲しくてか。ねえ知ってる？知らん。噂だと魔物たちにも滅ぼされちゃった街もあるんだってねまああるにはあるんだよね。でこれ扉はもう全部鍵がないといけないんで、もうほんと貧弱な勇者だよな。まずは魔物たちと戦って経験を積むことだ。そうすれば勇者としてのレベルが次々と上がり強くなっていくだろう。お前らほんと戦わないよな。
彼女といつまでもこうして一緒にいたい。こんな僕の気持ちも魔物たちに踏みにじられる日が来るのでしょうか。はあ、彼と一緒にいると世界が闇が覆うなんて嫌なことも忘れられるわ。でもそれは嘘。世界が滅べば私たちの愛も終わってしまうって彼がそう言うんですでお前ら壁に向かって話してろや扉を開けるには鍵が必要だ。しかも魔法の鍵は一度使うと壊れてしまうらしいぞ。魔法でもなんでもないよね、そんなの。ただのボロ鍵だよ。鍵を持っていない。なんでもかんでも鍵が必要だな。で、こっちの方はいけないんで、上に出ると外に出ちゃうはずなんで。まあ一応正面から行きましょう、正面から。ラダトームの城にようこそ。ようこそ。この門番も何の役にも立たないからな。まずは、町へ行きましょう。で、一応情報収集しますか。ラダトームの町へようこそ。多くの勇気ある者たちがここラダトームから旅に出て、そして死んでいった。ミックスよ、お前を死なせたくないものだなでお前もついてきてくれよ、じゃあ一緒に仲間は多い方がいいでしょう。私はガライの町から来た旅の商人です。ガライはこの町からずっと北海辺を西に歩いたところにあるのですが、ここに来るまでどれほど魔物たちに襲われたことでしょうか。生きてたどり着いたのが不思議なくらいです。結構強いねこいつ町を出て旅をするときは橋に気をつけろ。橋を渡って遠くへ行くほど恐ろしい魔物たちが襲ってくるだろう。ほんとさ、こいつは偉そうなことばっかり言ってるけどさ、自分じゃ何もしないからね。武器屋に行きますか。いらっしゃいませ。中に進んでカウンター越しに話しかけてくださいな。あ、こいつはあれだね、予備子さんだね。武器と防具の店はどんなようだね。買いに来た。竹竿、棍棒、銅の剣、120円しかないからね。まあ、銅の剣欲しいよね、まず。で、確かこう、そうそうそう、一応ファミコン版にはあったっけなかったっけ忘れちゃったけど、竜の鱗があるんですよね。これ20円で買えて、でね、防御力がね、確かわりかし良かったと思うんですよ。あ、竹竿持ってんじゃん。あれ、いきなり竹竿持ってんだ。装備しないにしちゃったけど。で、そう、今守備力8じゃないですか。で、竜の鱗を外すと守備力3でしょ。そう、結構ね、竜の鱗強いんですよね、安くて。これはいらっしゃいませ、どうぞ中へお入りくださいさっき入ったわ。ラダトームの城の南から海の向こうにもやがかかったお城が見えるでしょう。あれが竜王の城だとか。おお、怖い。こいつら本当にな、自分で動かないかな。お前がロトの血を引く者、何か印があるのかって、偉そうなやつばっかだよな、この町も。お前が本当にロトの子孫ならその印になるものがあるはずだって。いいえ、私はローラ姫じゃないわ、そんなの知ってるわ。でもお兄さんってちょっと素敵な人ね、私ついていっちゃおうかしら。お、ついてくる。こんなんあったっけ。いや、お姉さんがついてきてくれるよ。あなた知ってますか。こういうセリフばっかりだな。噂ではどこかに魔法の鍵を売ってる町があるらしいですよと。まあ、当分はちょっとこれを目指しましょう。伝説の詩人ガライが使っていた盾事はガライと共に墓の中に葬られたらしい。わしは呪いを解く魔法を研究しておる。もしそなたが呪われたならここに来るがよい。きっと力になってるぞ。これね、確かに呪われるとね、城に入れなくなるんですよ。すさまじいシステムだよな。あ、寝てるやつがいる。どなたか知らぬが王様に伝えてくれ。ローラ姫の捜索隊は全滅したと。私ももうダメだ。ググってさ、なんでこんな町の隅っこにいるの。もっとさ、正面から入ってさ、うわ、私はもうダメだって言えばさ、町の人たちが気づくでしょ。こんなさ、草むらのところでこいつ死んだのかな。どなたか知らぬが王様に伝えてくれって結構元気そうだから大丈夫だね。ほっとこう、こいつは。ググっていうのも演技だよね、絶対ちょっともう一回武器屋を覗いて。だってさ、布の服とか防御力2とかしかないからね、20円で。革の服買っとく。てかね、本当にね、銅の剣が欲しいんだよね、まずは。ちょ、最初竹竿で頑張ろう。あと80円くらいでしょ。で、宿屋はちょっと意味ないし。これ何、あ、預かり所なんてあったっけ。ファミコン版はね、絶対なかったんですよね。あ、キメラの翼、やった。ごほ、ごほ、毒の沼地に気をつけなされ。弱ってる時に足を踏み入れたら命を落とすことにもなりかねんと。みんなあれだね、身をもってさ、俺に教えてくれるよね。まあ、ありがたい人たちなのか、まあ、アホな人たちなのか、こういうさ、木の陰でさ、この女性とちょっと、イチャつこうで、へへへ、みたいな。
じゃあ外に出て、まずはねちょっとねもう RPG なんでしょうがないんですけど、レベル上げをします。レベル3になるとねホイミを覚えるはずなんで、ちょっとそこまでスライム狩りをしましょう。うわ弱っ、2で死ぬんだ。で経験値は1と2円、これをね最初はひたすら繰り返すしかないんですよ。もうちょっといきなり下りますけど、そこは申し訳ない。でもファミコン版に比べればね全然楽になってるはずなんで、まあねファミコン版はね本当に RPG の先駆けっていうところで出てきてるんで、調整がねやっぱり難しかったと思うんですよね。レベルとかもね全然上がんないんですよね。で俺もねその現役でやってた時は幼稚園に入る前、ちょ俺幼稚園に入る前からゲームやってたから幼稚園に入る前でこのドラクエ1をやってて、全然ね意味が分かんなかったですね。そのレベルが上がるとか、その装備をするとかっていうのもね意味分かんなくて、で革の鎧とかあったじゃないですか。で革っていう素材もね知らなくて、革とか海とか山とかあったじゃないですか。そのね革の鎧とかかなって思っててでそんなんでやってたんですよね。でドラクエ1ってファミコン時代は、まあ、これもねどっかの動画で話したと思うんですけど、復活の呪文じゃないですか。で復活の呪文が書けないとあのセーブができないんで、ひらがなはねめっちゃ早く覚えましたね。当時の友達と比べて本当にねひらがなを覚えるのはね早かったっす。まあ、そういういいところもねあるっていう、まあ、今はね冒険の書っていう感じなんで全然そういうの必要ないんですけど、よしレベルアップで、レベルが2に上がりましたと。力が上がって最大ヒットポイントが7、めっちゃ上がったな。一気に強くなるね。まあ、まずはちょっとホイミを覚えてから旅立ちたいね。銅の剣も買いたいけどな。でもそこまでレベル上げるのもねだいぶ時間がかかると思うんで、スライムベス経験値2の4ゴールドか、こっちの方が効率がいいね。4ゴールドずつ貯めていけば、いやそれでもだいぶスライムベース、ここら辺スライムの死骸ばっかりだな。しかもさこれ竹竿で倒してるんでしょスライムベースも苦しそうだよな。竹竿ってまあいわゆる竹の先っちょがあれでしょ、とんがってるやつでしょ、それとも竹でぶん殴ってんのかな棍棒は確実にぶん殴る系だよね。棍棒とかもね意味が分かんなかったっすねどういうものなのかっていうのがね全くイメージがつかなかった。だから何もかもが分かんなかったんですよ。だから結局その幼稚園に入る前だったんで、あの自分で自力で全部クリアはしてないですねなんかところどころこう友達と進めながら、あとちょっとその友達も復活の呪文を取ってるわけじゃないですか。で友達は確かなんか親とかもやってたって言ってたんで、でそうすると親が勧めた復活の呪文とかを使ってなんか途中からやったとかね、そういうのありましたね。で最終的には友達から復活の呪文最強の何装備になったのをもらってクリアしたっていう、まあ、そういう思い出ですね。でドラクエ2もねそんな感じ。ドラクエ2はねほんと難しい。もうマジでねサマルトリアの王子とかあのクソの役にも立たないんで、あいつあのファミコン版だとまあそこはねドラクエ2に行った時にまたお話ししていこうと思いますので、ドラクエ1とか多分そんなにね時間かかんないと思うんですよね。昔のゲームだし容量とかもそんな多くないし、でレベル3に上がって力上がって、お素早さ上がった、身の守りも上がったね。で最大ヒットポイントと最大マジックパワーがあってホイミを覚えましたと。で4円手に入れたけど、ちょっと寝ないといけないんでね。で確か身の守りとかはねファミコン版ではもうそういうのなかったと思うんですよね本当に。3ゴールドですと、安いね。ホイミって消費2かな。これってさドラクエのシリーズによってさホイミの消費量が2だったり3だったり3だー1回しか使えねえわ。これはちょっときついな。きついけど少し先に進むか。ドラキーあたりだったら多分倒せると思うんだよね。上に行くとねドラキーとかが出てきて、このロトの洞窟に行きましょう。まずはで物語上別に行く必要はないんですけど、まあねしっかりやっていきましょう。じゃあ洞窟に入って、ここはね敵が出てこないはずです。あ
真っ暗じゃない。ファミコン版はね、本当に真っ暗なんですよ、マジで。で、松明を使いましょう。あ、薬草とか1になってる。2とか3になるのか。いや、便利になってるね。で、さすがにね、ちょっと道順まではね、覚えてないっすね。これね、1とかね、マジね、その幼稚園前と、まあ幼稚園の時も、やってたんですけど、まあ昔はね、一つのゲームをね、飽きずにね、ずーっとやってて、ダンジョン全部真っ暗でね、行けるようになりましたね。最後の竜王の城とか、本当に真っ暗の状態で竜王までね、たどり着くくらいやり込みましたね。いや、今思うと本当すげえな。まあ、そんなね、ずーっとね、ゲームばっかりやってね、引きこもりのね、ガキだったんで、ここに墓がありますと。石板を読んだ。石板にはこう書かれている。私の名は勇者ロト。私の血を引き締めるっていうかさ、これ自分で書いたのか、ちょっと悲しいよね。死ぬ時を想定してさ、墓場にさ、私の名はロトって。ラダトームから見える魔の島に渡るには3つのものが必要だった。私はそれらを集め、魔の島に渡り、魔王を倒した。そして今、その3つの神秘なるものを3人の賢者に託す。彼らの子孫がそれらを守っていくだろう。再び魔の島に魔が蘇ったとき、それらを集め戦うがよい。3人の賢者はこの地のどこかでそなたの来るのを待っていることだろう。行け、私の血を引き締めよ。うん、まあ、とりあえずそれが目的だと。3つのものを集める。隠すんだろうね。もっとさ、書いてくれればいいのにね。なんだっけ、雨雲の杖と、なんだっけ、聖なるなんとか、聖なる雫とかだっけ。いやー、忘れちゃったけど。で、ここ敵が出なくて、確か何もなかったんだよね、他には。その宝箱的なものとかも、まあ、洞窟はこういう風に進んでいくよっていう、まあお知らせかな、そうすると。で、ちょっとその上に進むとね、また敵が強くなってくるんで、一旦ちょっとここら辺で戦いましょう。まあドラキーの方が効率はいいんで。ホイミはね、さすがに2回くらいは唱えるマジックパワーが欲しいから、レベル4にして次の町に行きますか。金も貯まってきてるし。で、これ基本怠慢なんでね基本っていうか、まあ、怠慢なんですよ。で、1回1回の攻撃じゃないですか。だからいかにね、ダメージを制するかっていうのがもう全てなんで、まあ、先手を取って一撃で倒せば防具は必要ないっていうのはありますけど、それが通じるのは最初の方だけなんで。で、昔のゲームなんで、これね、多分ね、敵ね、一気に強くなるんですよね。まあ、今はそんな感じはしないんですけど、その橋を渡ると敵が強くなるぞって言ってたじゃないですか。これ一気に強くなるんですよ、確か。で、レベル4とか5とかだっけ、ギラを覚えるんですよね。で、その最初、ホイミとかね、ギラとかも全然意味が分かんなかったですね。なんか使うと、ヒット分とか回復するみたいな。単にそんなイメージだったんで。よくやってたよな。とりあえずレベルが上がらないと先へ進めない。あ、ゴーストが来た。ゴーストは気づいてないって。こいつはいくつ持ってる ?4 いいね、8。おお、金持ちだね。スライムベストか、マジいいわ。てかさ、こうみんなさ、ラダトームからさ、旅立って死んでいったって言うんだったらさ、レベル上げとかしなかったのかね、こうやってさ。街の周りでさ、倒してればとりあえず安全じゃん。もうさすがにスライムとかにはさ、負けないでしょ、一般兵だったとしても。だって旅の商人がさ、一応ガライの街からさ、ラダトームまでさ、来れたって、多分逃げ回ってたとは思うんだけど、来れたって言ってるくらいだから、スライムはさすがに、問題ないでしょう。力が上がって、素早さ上がって、身の守りが上がって、ヒットポイント7上がって、マジックパワー7上がった。あ、これいいね。あ、ギラ覚えた。もう読んで覚えたか。よしよしよし、ちょっと1回寝て先へ進みましょう。ファンタジー北島でね、やればね、竜王なんて余裕でしょう。知ってます、ファンタジー北島最初の城の周りでひたすら雑魚モンスターを倒してレベル99まで上げたっていうね、伝説の人ですね、ファンタジー北島まあ知ってる人は知ってるから、別に実在の人物とかじゃなくてネタなんですけどねまあ寝ましょう、とりあえず寝ないとマジックパワーはね、回復しないんで。で、198円あるんで銅の剣を買いましょう。
で、こいつ裸だよね、またそういえば。竹竿と、鎧装備しない、盾装備しない、裸だね、完全に。こう見た感じすげえ、なんかかっこいいの装備してるけど、これ多分全部段ボールだよね。段ボールで作られて、とりあえず裸ではないのか、そうか、だから、段ボール着てるから。段ボールで当分先へ進んでいくか。だって銅の続き買ったらもう金なくなるからね。装備すると。で、竹竿を売れば、布の服を装備できるか。20円とか。ほんと貧相な勇者だよな、こいつ。王様もさ、まあ、せめてだよ。まあ、そんな強いさ、鋼の剣とかまでは言わないけどさ、このラダトームに売ってるさ、銅の剣と革の服とさ、革の盾くらいはさ、ねえ、もう税金的なものでさ、勇者にさ、買ってあげなよ。そう、魔王を倒す勇者税みたいなのをちょっとさ、一時的に作って。街の人もそれで世界が平和になってくれるんだったらさ、まあ喜んで税金を納めるでしょ。税金を納めるのも多分大変そうだけどね。それをさ、120円でなんとかしろってさ、マジクソだな、王様。ちょっと王様を打倒して、政権を変えた方がいいね、これ。おー、だいぶ強くなったね。これレベルが上がるごとに一気に強くなる、そんな感じだな。で、左にちょっと町が見えますけど、あれがガライの町ですね。で、最初ガライの町に行く意味あったっけそういえば敵の出現率は結構高いな、これ。あ、会心の一撃が出た。でも戦闘自体はねサクサク終わるんで。で、ここには鍵があるから鍵を持ってない。歌はどうです、旅の人。なんだこの音、呪われてる音じゃねえかよ。ありがとうございました。実は僕、伝説の詩人ガライを目指して修行中なんですよ。今すぐやめた方がいいよ。今すぐ別のものを目指した方がいい、君は。昔語りの町ガライへようこそ。で、ここに武器と防具のお店がありますね。あ、鉄の斧とか、タッカ。で、革の服。鎖片びら、鉄の盾。なんでラダトームってさ、すげえしょぼい町だね、今思うと。ラダトームから来たのか。だったら途中に洞窟があっただろう。あれが伝説の勇者ロトを祀ったよという洞窟だ。もう寄ってきたよ。僕は見てしまいました。ラダトームの姫をさらった魔物が東の方へと飛び去っていくのを。ああ、誰か姫様を助けに行くような勇敢な人はいないでしょうか。120円じゃいかねえよ、そんなの。ああ、かわいそうな姫様って。でもさ、お姫様だからさ、実はビップ待遇をね、受けてるかもしんないよね。使うとなくなる、買っとこう。1個は持っておこう。で、最終的にはなんかね、魔法でね、周りを照らすものを覚えるんで、まあ言っちゃいいんですけど、はるか昔、銀遊詩人ガライは、長い旅の終わりにこの地にたどり着き、そしてこの町を作ったそうじゃ。だからここはガライの町と呼ばれてるんじゃ。町を作ったっていうのもすごいよね、ガライ。で、こいつはちょっと転職をおすすめしよう。呪いの歌しか歌えないようなやつ。あれ？こっちの方とか。意外に広い。まずやっぱ鍵だね。鍵を求めないといけないんで、ただ鍵を求めるには、この強さじゃどうにもならないから、まあ、少し寄り道をしつつ、レベルを上げて強くなりながら先へ進みますか。で、今 3DS で、上画面しか映してないんですけど、下画面はね、一応世界地図が映ってますね。で、下の画面はもう全然そういうものしか多分映らないと思うんで、もう画面は全部上画面だけでいきます。で、橋だね、橋。橋を越えるとどうのこうのって言ってたんで。で、こっちの方は毒の沼地があって、で、あの橋ってどこへ通じてるんだ。右の方にね、町がね、町っていうか村がもう一つあるんですよ。え、ゴーストやるな。金持ちだね、ゴーストは。で、橋を渡ったんで敵が強くなると。変わんねえし。魔法使いとかがね、出てくるんですよね。で、魔法使いはね、ギラを使ってくるんで、それがね、結構厄介なんですよね。で、ドラクエ1ってまだ魔法が全然なくて、攻撃魔法がね、ギラとベギラマしかないんですよ。で、主人公はもう完全にぼっちなんで、こいつぼっちで全てをやらないといけないんで、もう呪文も使いつつ
攻撃もしつつっていう役割なんで。で、ここの橋は大したことないのか。で、こっちの橋を渡ろう。レベル4で大丈夫かな。ちょっと怖いから。あー、明治ドラキーだ。ドラキーの上位版だね。あ、来た、ギラ強い。こいつもギラ唱えてくんのか。その代わり経験値とかは12。すげえ持ってる。金も20円持ってる。これ突破できるかな。そんなに距離は離れてないはずだ。この村へ行こう。最後の、うわ、出た魔法使い。超怪しいんだけど、魔法使いとかでも一応これ魔物なんでしょ。魔法使いって人間ではないよね。人間っぽい形をしてるけど。まずは宿屋に寝よう。こんにちは。ここはマイラの村です。ちょっと聞いておくれよ。そこのクレアちゃんのご主人は何でも魔法の影を手に入れるとか言って町を飛び出しちゃったんだよ。こんな可愛い奥さんを残していくなんてしょうのない男だよ。まったく。確かにな。もういいんです私、あの人の夢の重荷にはなりたくないし。ふーむ、この店にも伝説の剣は置いてないようだな。当たり前だろ。もう伝説の剣がさ、店に置いてあると思ってんのかこいつは。やはり宿屋、あ、店屋では手に入らないのか。そうだよね、その通り。全く、ここはもうたっけ一気にこれ物価が上がるな。そう、装備の種類もね、そんないっぱいあるわけじゃないんで一気に高くなるんですよね。当分はちょっと裸で行くしかないやん。いやいや、お主の顔にはやがて美しい女に愛されるという層が出ておる。幸せ者よの、ほほほ。マジで超羨ましいんだけど。そんな層を持ちたいな俺も。噂ではリムルダールの町に鍵を売る店があるらしいぞ。あれ、光ってる。そう、ここね、妖精の笛がねあるんすよ。光ってんのこれ丸分かりじゃんぬるゲーになってんなここから南の島へもう行きましたが、いいえ、南にはリルンダールという島があるそうですよ。島なの。おっさんに話そう。パフパフパフ、プププたまらん、むにゃむにゃ。パフパフとか受けたことないけどね。気持ちいいのかね。これ温泉なんだよね。あ、温泉というか露天風呂か。布の服、あ、やった、布の服ゲットした。清てかさ、これさ、誰かの布の服だよね。まあお下がりだけど、これはちょっと世界を救う勇者に献上したまえ。あら素敵なお兄さん、パフパフがたったの25。たっけー。まあでも商売だからね、しょうがないよね。やろう。ふふ、じゃあ行くわよ。パフ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 。これさ、堀井さんが考えたのかな、パフパフって。あ、しかもちゃんとやってくれるんだ、パフパフ。なんかいつもさ、男の人が出てきてさ、へへへ、どうだ、気持ちよかったかみたいなことになるんだけど。ロトの血を引く勇者ミックスよ。それなんで俺のこと知ってんだ。しかしその武器では竜王を倒せまいぞ。当たり前だろこんなんで倒せたら誰も苦労しねえよ。この世のどこかにロトが残した剣があるはず、探すがよい。全員人任せだからね。あ、出ちゃった。自分では絶対動かないからね。どこに何とかがあるらしい、探せみたいなで、ここも鍵がないといけないから、めんどくさいな、遠回りしないといけないのか。で、あの老人も鍵がないと無理だね。ゴーレムという巨大な魔物は笛の音が苦手だと聞く。力任せに戦うだけでは倒せない魔物もいるのだ。戦う時には相手の弱点をよく考えることだってほんとこいつは口だけだよな。マジで、みんな。南の海辺の洞窟の中で美しい女性を見たという人がいました。しかし洞窟の中は魔物だらけ、美しい女性なんかいるわけありません。きっと怖さのあまり幻でも見たのだと思いますよ。っていうかさ、こういうとこってなんか調べられるのかな。調べるっていうのはないね。ああ、ないんだね。足元を調べたみたいなのはないんだ。道具屋、特に何にもないか。薬草1個買っとく。一応なんかあった時のために。でもさ、意外にさ、みんな外出てるね洞窟まで行って見てきたってことはさ、生き返ってとか生き延びてさ、村に帰ってきたってことでしょ。俺なんかより全然強えわ。うわ、強っ。やばい、明治ドラキーかなり強いぞ。これはまたここでレベルを上げさせていただきたい。
まあ、まず早速1上がったけど、どれだけの上がり幅かだよね。力が3、素早さ2、身の守り1、ヒットポイント4か。ギラ一発分にもならないな。6レベルにするか、せめて。適正レベルがね、やっぱりあるからね。5レベルはきついでしょう。装備も貧弱だしね。みんな気づいてないな。ここの魔物もちょろいな。一般兵がどれくらい強いかだよね。やばい、ギラ。ゴー強すぎでしょ。ダメだ、やはり。今のままでは危険だ。ホイム。32回復した。で、あと2回しか使えないのか。やはりもう1レベル上げざるを得ない。おお、サソリ2ポイント。あ、やばいな、これ。ギラ使うか。2か、ギラは。おお、強っ。おお、そして金持ってんね。で、メイジドラキーは普通にぶっ倒せるんで。いや、ギラ使い強すぎでしょ。12か。で、大サソリがね、出てくるのが分かったから、ギラ分は取っておきたいよね。もう一回戦って、宿屋に寝て、レベルを上げると。まあ、ゴーストとかだったらね、楽勝だからね。ちなみにさ、道順的にはさ、これで良かったんだっけ、本当に。下の方にもね、いろいろと行けるところはあるんですけど、まずはやっぱり鍵だよね、確か。まあ、魔法使い攻撃は強くはないね。いや、スライム狩りしてるのに比べれば全然確かに効率はいいけど、そう、大サソリはギラを使わないと無理。銅の剣じゃ刃こぼれしてるよ。刃こぼれとか全く気にしなくていいんだけどさ、所詮布の服だからね。まあ、勇敢だよな。まあ、それこそ勇者だよ。布の服で魔物に立ち向かう、みんなから称賛の眼差しを浴びるでしょう。あいつ布の服で魔物と戦ってるみたいな。さすが勇者だみたいな。いけねえし、お前邪魔だこいつ、マジで。エコ勇者だよね。お金に優しい。だって鋼の鎧とか鉄の鎧って、おお、骸骨が出てきた。ガッツやばいやばいやばい、これマジやばいぞ。これギラだな。ちょ、ギラの出番。いや、無理だ。もう向こう行く自信がないわ。42円。いや、やっぱりなんか買おう。鎖片びらだっけ、ここ鎖片びら売ってたっけ。ちょ、ごめん、もう一回見るわ。で、武器屋はこっちだったっけ。せめて鎖片びらを買わないといけないけど、もうそんなしょぼいのは売ってないんだ。鉄の鎧。え、1000円はさ、でもさ、ちょっと、時間かかりすぎでしょう。でも、売ってるってことはさ、それクラスのさ、ものが必要っていうことだもんね。まあ、ここら辺はいいとして、この先だよな。いや、でもこれね、全然レベルの上がりとか、お金の貯まりもそうだと思うんだけど、早いっすね。力4。できれば、身の守りも上がってほしいんだよな。まだ基本装備すら揃ってないからね。やっべえ。骸骨はほんと強いわ。いや、これでも死なないのか。ギラ一発じゃ死なない。え、ちょっと待って。マジで強いぞ、こいつ。骸骨って燃えるの、そもそも。いや、金持ちなのはいいけどさ。ちょっと一回寝るか。まあ、対マン戦だからね、もう大体勝てるか勝てないかっていうの結構見えてくるからね。あ、これ無理だみたいな。え、どうする、せめて鎖片びらにする。盾がね、何にもないからね、今。段ボールの盾しか持ってないから。革の盾90円か。4。まあ、それなりに上がれっちゃそれなりに上がるのか。買おう。
もう90円なんて。よし、段ボールの盾から川の盾になったから心もとない。こいつマジ邪魔なんだけど、心もとないけどね。ちょっと6じゃ無理だ、いけないわ。次のところに。だとはもう己をね鍛えるしかないんだよね。こっから先なんか強い攻撃魔法を覚えるとかそういうのないんで、もうあとの最後の本にならないとベギラマ覚えないんであとはもう己のね力を鍛えていくしかないんだよね。で他の人たちもさ、こうやってさ一個一個そのラダトームから旅立って死んでいった人たち、申し訳ないけど死んだ人にさ鞭打つようで、ちゃんと手順を踏んでさやっていけばさ、まあ、大丈夫だと思うんだよね。こうちゃんと経験値を積んで装備を整えて先に進むと。お、魔法使いは一撃で倒せるようになったね。16円。武器を先に買うか防具を先に買うか。俺は武器派なんだけどね。ほら武器を買えば敵を倒すのが早くなるじゃないですか。で結果効率が良くなるっていう、まあ、そういう考えの元でやってるんで、武器を買いたいんだけど、いかんせん物価が高いな。物価上昇が激しい。でもさ、こんなさ、なんか山奥にあるさ、村でもさ、すげえいいもの売ってんのにさ、ラダトームとかマジなんなの？ま、楽園って言ってたからね、みんなだらけてんだな、きっと。まあ、それで滅んじゃったのもしょうがないといえばしょうがないよね。来た、ギラ。この世界でもさ、魔法使える人がいればさ、重宝されるよね。だいたい魔法なんてさ、ホイミとベホイミとギラとベギラマしかないんだからさ極論すれば一般人で魔法使える人とかいるよね。なんか変なおっさんっていうかさ、じいさんみたいなやつとか、ホイミとギラくらい使えないのかな。ギラが使えれば、だってまずラダトームの周りは制圧できるでしょう、簡単に。でガイラの村、ガライだっけ、どっちだっけ、ガライガライの村もホイミとギラがあればとりあえず制圧はできるでしょう。ここら辺まで来てくるとちょっとね厳しいよね。大サソリとかこれ多分人くらいあるんだろうな、大きさ的に。人の大きさをしたサソリとかめっちゃ怖いよね。さすがモンスターっていう感じはするけど、まあちょっとレベル7か、それとも何か新しい武器か防具を買ったら次へ進みたいけど、それまでどんくらい時間がかかるのっていう。まあ、骸骨が出てきてくれればかなり効率いいからね。強いけど、まあ強いけどその分金を持ってるっていう。モンサソリはねギラ使えば一発だから、大サソリが一番効率的にはいいのか。骸骨はちょっとね白熱したバトルになるんで。で魔法使いは一発で倒せると。でその代わりあんまり持ってないんだよね。またここの林にもモンスターの死骸がいっぱいあるんだろうな竜王の部下もさ、でもこれだけモンスター持ってたらそりゃさ人間界制圧しようとするよね。数が圧倒的に違うもん。骸骨なんてこれ多分再利用できるよね。あーダメだ、ギラ2発使わないと無理だ。ギラ1発と攻撃でいけるかなと思ったけど全然ダメだった。まあただね、竜王の手下は結構正々堂々としてるよね。必ず怠慢で仕掛けてくる。骸骨3匹に囲まれたらマジ終わるからね絶対死ぬでしょう。ただここら辺の魔物はみんな正々堂々としているから、1対1でね戦えばなんとかなる。いやーこれの繰り返しだよ。もう最初はなんかどっかにお金とか大量なかったかな。まあちょっとレベル上げを兼ねて少し寄り道をしていきますか。一応このね左の方になんか祠があったはずなんで、一応祠を覗いてみましょう。
下のね画面に世界地図が載ってるんで、まあサソリはギラで焼き尽くすと。ちょっとレベルが上がらなくなってきたな、そんな簡単には。でじいさん、その他がミックスじゃな、竜王を倒すため旅に出たという話はわしも聞いており。誰から聞いたのしかし竜王はとてつもない魔物じゃ、倒されるのが分かっていてみすみす行かせるわけにはいかん。ミックスよ、そなたの力を試させてほしい。この地のどこかに魔物たちを呼び寄せる銀の盾事があると聞く。それを持ち帰った時、そなたを勇者と認め雨雲の杖を授けよう。これ後ろからパクれないのかね登れそうだよね、まあ、とりあえずじゃあ銀の盾事も取らないといけないと。でやることは多分さっきの3人の賢者のうちの1人があのじいさんでしょ。で3つのものを集めるにはまずは銀の盾事が必要ですと。でその銀の盾事を多分ガライの町にあるんです多分っていうかまああるんですけど、ガライの町にその物語の進め方的にねこう考察していくとそうなるんですよ。でただあそこは鍵のかかった扉があってそこに行けないから、まずはやっぱりね鍵なんですよ。鍵を手に入れないと行けるところがね限られちゃうんで、だいぶ力が5、素早さ6、結構上がったね。身の守りも3上がった。ヒットポイントがその代わりあんまり上がってない。ラリホーとか全然使った記憶ないけどさ、どうなの。いきなり襲いかかってきた、変態だな。こんなやつがいきなり襲いかかってきたら、まあ通報とかないけどねモンスター通報しても役に立たないからね、兵士たちが。ちょっと行く先へ、まあ、ここら辺は全然雑魚っぱだな。でこっちじゃなくてこっちだ。で毒の沼地を越えてあの洞窟に入るんです。右下に見える洞窟で死ぬとただ金が半分になるからね、せっかくここまで貯めたのに。ちょ、洞窟の敵と一回だけ戦って手応えを見よう。ヒットポイント24か。ちょっと一回ここら辺をうろつきます。あ、ゴーストか、こいつは楽勝だな。ゴーストだけだったら楽勝だけど、でここはねずっとね基本的に下に行ってれば大丈夫なんで、先へ進んでいこう。もうこれは俺は勇者だ、命だ。4、怠慢であればなんとかなる。よし、どうしよう、一回ホイミをかけようかな。マジックパワーを使うのもねギラ分を残しておきたいからな。で薬草はな金がかかるしね。あ、そうそうそう、これで向こう側には抜けられると。あとはこの地に降り立った時に敵がどんくらい強いか、ノー戦闘で行くっていうのは無理だからな。あ、でも結構意外に敵が出ないと思ったら出た、リカント。グワー、強い。あっちの方が早い、結構死ぬわ逃げよう。おお、逃げられた。これは無理だ。のー、しかも魔導士とか攻撃で7。ギラにしよう、これ絶対ギラ。あ、ラリホーとかどう、しばらくってさどれくらいなの。まあ、いいや、ちょギラにしよう。もう攻撃あるのみ。やった、ギラ強え、ギラ主体だな。50円も持ってる、よしよしよし。でとりあえずここがリムルダールと。寝よう。てか寝るときの音楽ちょっと変わってるね。あ、ワンは確かそうだったんだよね。やれやれ、妻のクレアを置いて前らの村を来たのは出てきたのはいいが、魔物に襲われてお金は取られるし今更前らには戻れないし、どこ行こうって。いやでもここまで来られたのすげえよ、俺死にそうになったからねあいつから逃げられなかったら死んでたからね。お兄ちゃん誰、見かけない顔だね。旅の人なら僕ん家の宿に泊まっておきよ。もう泊まったよ。あんた知ってるかい、マイラの村の北西には小さな祠があってよ、そのお金に変なじいさんが一人住んでるらしいぜ。
人で住んでんのはいいけどさ、食べ物とかどうしてんだろうね。もう全然買えねえわ。何も買えん。あ、鉄のものが買える。弱い敵は一撃で倒せる。そんなこと言ったらさ、銅の剣だってさ、そうだよ。いやー、鋼の剣とかも欲しいね。鉄の鎧だな。一個ずつ段階を踏んでいくか。とりあえず鉄のもの買おう。あれ？それさ、鍵を買わないといけないんだった。私は旅の商人です。さて、ここで商売させてもらえますかな？道具屋ですと。どうでもいいわ。タンス、キメラの翼。ちょっと待って、捨てないとダメなの？あー、なるほど。妖精の笛とか、まだいらなかったな。ラダトームに、一回帰って、預けよう。意外に持てないね、これ。力の種とか、だからこういうのはもう使っていこう。どこで手に入れたっけ力の種って。いつの間にか持ってたな。2。よし、OK。これもね、これ力の種とかね、結構取っとく派なんですけど、あなたもその姿からすると、勇者ロトのファンでしょ。よくわかるね。でも、ロトの生い立ちは本当に謎めいていってますよね。なんでも外の世界からやってきたという話もあるし。あれ、ここら辺の話ってさ、3とリンクさせてんのかな。1を作った時はもう3の話とかは全くその見据えてなかったんで、全部後付けなんですよ。戦士も指輪くらいは身につけなくては。それもたしなみの一つだからな。指輪か。この町には魔法の鍵を売る店があると聞いてやってきたのに、そんな店はどこにもないではないか。ぶつくさぶつくさって。この兵士も強いね。そうするとここら辺の魔物をなぎ倒してきたんでしょ。今にも竜王が襲ってくるかと思うと落ち着いて商売もできませんよ。やがてこの町も魔物たちに。ああ神様、ここは予言所。予言所なんてのがあんだ。ほほう、お主はロトの子孫じゃな。何も言わなくともわしにはわかるんじゃよ。聖なる祠を訪ねてみたかね。いいえ、南へ行ってみるがよい。あ、無理無理、行けないから。竜王に太刀打ちできるような武器や鎧がこの世に存在するのだろうか。まずさ、武器や鎧とかでさ、レベルを上げようぜ。古き言い伝えではロトはこの地の西の外れに虹の橋を架けたそうじゃ。そして魔王の部屋の隠されたる入り口より闇に入ったと聞く。旅のお方よ、もしそなたがロトの子孫に会うことがあったなら、今のわしの言葉を伝えてくだされ、きっと役に立つはずじゃ。完全にさ、ロトの子孫に頼ってるよね。で、ここは外が行けるんで、とりあえず外へ行きましょう。外ってそのこの外ね。もう6個ったら遅いわね。何してるのかしら。プンプン、おたく反対側にいるんだよね。で、魔法の鍵自体がここに売ってたはず。ちょっと壺から行こう。守りの種、123ゴールド、一つ16ゴールドで。もうさ、魔法の鍵っていう割には安いよね。身の守り4、でかい、これはでかい。何個、3個くらい買っとく、とりあえず。で、ラタトーム城にも、鍵を使っていけるところに魔法の鍵が売ってるんで。てかさ、鍵くらいさ、もうほんと配れよ。そうだよ、僕は6個だよ。彼女が待ってるって、ドヒャー、また場所を間違えたのか、彼女怒ってるだろうな。あ、そうだ、知らせてくれてありがとう。俺にいいこと教えるよ。マイラの温泉から南に2つ歩いて調べてごらん。いいものが見つかるよ。僕は7への言い訳を考えなくちゃ。っていうかさ、これあれですよ、妖精の笛っすよ。もう光ってたからね。どうしようかな、これ。ちょっとキメラの翼で帰ろう。で、妖精の笛は預けよう。で、ラダトームに1回行って、で、鍵自体はどういうあれなんだ。あ、こういう感じか。あ、もともとそうだったっけ、ドラクエ1。あ、ここ開けられるよ。誠の勇者なら盗みなどせぬはずだ。いや、別に勇者でも何でもねえし。あれ、この樽は調べられないんだ。鍵を見つけた。鍵を使って鍵を見つけた。350円、不思議な実。よしよしよし、素早さの種。うん、どうでもいいわ。気づいてないからどうでもいいわ。よし、2で、不思議な木の実はマジックパワー3で、ここも開けましょう。で、1つ24円、高っ。まあ、しょうがないよね。雨と太陽が合わさるとき虹の橋ができる、古くからの言い伝え。この先に進むのは危険だ。よほど体力に自信があるなら進むがいい。うん、ダメージゾーンっすね。
私は地下室を探しているこの城のどこかにあるらしいのだが、あんたも若いのに大変な旅をしているんだね。せめて私にもこうしてあんたらの無事を祈らせてもらうよ。勇者のため祈りましょう。光がそなたと共にありますように。あれ、これ何？おお、体力が全開したそれだけで、こっちの方っすねもうすべてを知り尽くしている。おお、ミックスよ、わしには分かっておった。いずれロトの血を引く若者がここを訪れることを。この宝箱には昔勇者ロトから預かった太陽の石が入ってる。あ、太陽の石か。そなたが竜王を倒すために必要なものじゃ。さあ宝箱を開けるがよい。太陽の石を見つけた。まあいらないから預けとこ、とりあえず。つかすばかり疲れたわいとなんで動けないんだ。ずーっとここで待ってて、そりゃ疲れるわな。とりあえずタンスを漁らせてもらうぜ。命の木の実とかこのじいさんに使ってあげた方がいいよね俺が使うんだけどさ。よし、ヒットポイント上がった。これ結構強くなったんじゃん、いろいろドーピングして。で、金も手に入ったからね。で、鉄の斧も買ったでしょ。あとはその鉄の鎧的なのが欲しいね。で、鍵を2つか、もう1個くらい欲しいね。ちょっともう1個鍵を買いに行きますか。あれ、鍵買うのってさ、そう、扉ね、もう1回ね開けなきゃいけないんだよね、この変な普通の扉は。24円無駄にしたな。これ絶対ぼったくりでしょ。だってこれさ、鍵さ戻しておけばさ、また鍵が売れるんでしょ。とりあえずマックスまで買っとこう、どうせ安いんだから。よし、 OK。 いや、いい商売だね、こいつ。ちょろいな、本当にちょろい商売してるよね。来るたびにまず24円落としていくと。で、鍵は使ったらなくなるんで、ね、ボロっちいさ鍵さ売りつければいいんでしょ、24円で。いやー、商売上手だね、あのおっさんも。いや、ちょっと王様になってセーブして、今回は終わりにしましょう。272、結構必要だね。ま、家にしておきますかま、はいにしとくか。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。とりあえず次はまた鍵を使えるところに行く感じになりますかね。じゃあまた次回やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。